皆さんこんにちは、ジャズバイオリニストの坪内美です。今日はですね、ジャズバイオリンなぜスイングしないのかというようなタイトルをつける予定なんですけど、具体的にスイングについて私が思うところ、やってよかった練習方法など、ちょっと今日はシェアしていきたいと思います。このテーマに関してはですね、動画撮るの実は今日はもう3回目でこれまでいろいろ考えてみては説明がちょっと不十分だなと思ったり、なんか自分がそんな偉そうなことを言ってしまっていいのかと思ったりして、動画をちょっともう2つすでに削除してしまっているんですが、ちょっと難しくて言葉足らずのところもあるかもしれないんですが、今日はそんなジャズバイオリンどうしたらスイングするのかについて一緒に考えていければなと思います。はい、私自身ジャズを始めたばっかりの頃はですね、なんか自分ダサいような気がするな、どうしたらかっこよく弾けるんだろうみたいな、なんかダサいっていうのをずっと気にしていて、どこか行ってもあんまり自信が出なくて、まあ今もあんまり自信出ない場面、自信出ないタイミングとかもあるんですけど、まあどこに行くにしてもなんかこう自分合ってない気がするなみたいな悩みをずっと抱えてたんですね。まあ、これに関してはですね、いろんな音源を聞いて、いろんなセッション参加して、セッション行ったところでみんなと知り合いになれたり友達になったりとかしてですね、少しずつこれは解消されていったっていうような内容ではあるんですけれども、個人的にもたくさん努力してきたところがあって、どんなところを努力してきたのか、こういうのやってよかったっていうことを今日はシェアできればなと思います。あんまりスイングに関してね、人に注意されるってことはジャズバイオリンやっててあんまりないかなと思うんですね。なのでなんかこう自分ダサいような気がするなとか、自分に関してちょっと問題を抱いていないと、なかなかそのスイングっていうのは改善されていかないんじゃないかなとは思うんですけど、私もあんまり人に対して君はスイングしてないねとか言ったりしないのであのあんまり、ね、自分がスイングしていない、自分がなんかダサい気がするっていうのは気にしていないとなかなか気づけないことなんじゃないかなとは思うんですが、こうして、ちょっとプロの端くれオブ端くれとして活動させていただいたりとかするときにですね、同じくプロの方が、ジャズバイオリンの方いて、バイオリンをですね、もう私なんかよりも全然うまく弾けてですね、難しいフレーズ、壮絶技巧なんかもできたりとかして、素晴らしいプレイヤーだなと思うこともあるんですけど、スイングに関してだけで言うとちょっともったいないな、ここもっとスイングしてればめちゃくちゃかっこいいのになって思うことが、往々にしてよくあるんですね。とはいえ本当にジャズバイオリニスト本当にスイングしてるな、いいグルーヴ持ってるなって思うプレイヤーもたくさんいるわけで、それに関してですね、何が違うのかっていうことを、私なりの考えですね、これに関しては、どこかで読んだ内容とかでもないですし、本当に昔ですね、自分スイングしてないな、スイングってなんだろうと思って YouTube で検索したりとかして学んできた内容とかもあるんですけど、それはちょっと一旦今日は置いといて、私の考えとしてスイングとは何かっていうことについての説明、それから、やってよかったことをシェアしていきたいと思います。まずはですね、スイングに関しては、スイングっていうのはこう円運動だよみたいな説明をされたりですとか、私はボールをドリブルするような動き、こう弾むようなバウンスするような動きがスイングっぽいな、ドリブル、低いところでドリブルしたり、こう高いところでドリブルしたり、こういう風に変化すると思うんですけど、私自身バスケットとか球技は全然ダメなんですけど、そんなような感覚を持っています。これは本当にバイオリン特有のことかもしれないんですけれども、バイオリンでスイングを表現するときに、弓をこうあんまり一定の速度で弾かないんですね。ちょっと緩急をつけたりとか、強めの音でパッとこうアタックでって言うんですけど、アタックを持ってパーッと音を始めてすぐ力を抜くみたいな感じでスイングを表現することが多いです。
離して、あ、押して、で完全に浮かさないんですね。こう押したまま、絶対弓はこう楽器につけたままなんですけれども、最初に押して、力を抜いて、押して、力を抜いて、で、こういう動きが、なんとなくこうボールを弾ませる、あの床にバスケットボールをこう叩きつけて、あの返ってきたボールをキャッチというか手の中に収めて、また強くというか、あの弾ませるような、あのボールのドリブルの動きに似てるなと個人的には思ってます。それだけではダメなので、あのこちらに関してはこの内容に関しては別の動画でも話してると思うし、まああの結構あのジャズバイオリンの本、あの買っていただくと、あの書いてあるんじゃないかなと思うんですけど、スラーをつけたりとまあこんなようなあのボーイング、まあ、あの8分音符だけでやるわけではないんですけど、各所にこうアタックと放出、アタックとリリースみたいな、あの力を入れるところと抜くところみたいなところをつけて、ボーイングを使うことによってあのスイングするかなっていうところで、自分でどういう風な感覚を持っているかとか、まあ、あのそんなに難しいテクニックじゃないんですよね。あのバイオリニストの皆さんが、クラシックのバイオリニストがやってるような、あの超絶技巧とかではないんですけど、まあ、ちょっとしたこういうボーイングの使い方、左手よりは右手でスイング感を出しているのかなと思っていて、まあ、どういうふうにスイングを捉えるか、まあ、どういうふうにボーイングをやっているかっていうのを、まあ、あの学ぶっていうのは結構大事なことかなとは思います。はい。で、まあ、やってよかったこと、知ってよかったこととかっていうのは、まあ、そういった内容になるのかなと思うんですが、私がですね、本当に一番最初にはこの方のスイング、この方のジャズすごいいいなと思ってついた先生がいるんですけど、先生これってこういうところってどうしたら良くなるんですかねってこう先生に聞くとですね、先生はあの音源を聞いてみたらわかるんじゃないって全てそうやってお返事されるんですね。もう本当にその通りなんですよね。あのいろんなジャズミュージシャンも言ってるんですけど、あの音源をよく聞いて、でまあどういう風に弾いているのか、まあ、どういう風にアレンジしているのかっていうのもありますし、あのアドリブ自体がどういう風に持ってってるのかっていうのもなんですけど、もう音源が全て の先生というか、あの全てになるので、まあ、その音源を聞いて学ぶっていうことは大事なのかなって思います。私自身すごいジャズバイオリンいろいろ聞き比べてきて、でその先生はですね、会うたびあのいろんなスイングの CD をですね貸してくれて、どんなスイングがいいか探してみて、見つけてみてってあの言ってくれるんですね。本当に先生にいろいろ借りて、で私もそのジャズを始めたばっかりの頃はですね、スイングとかもよくわからないし、何がいい、もう本当に全部ですね知らない曲ばっかりですし、あの何をもっていいとするのかちょっとわかんないなって最初の頃は思ってたんですけど、ちょっとずつあのジャズの知識が深まって、ちょっとずつこう深まってくるとですね、自分の好き嫌いがどんどん出てくるんですね。自分がどんな音楽が好きか、でどんな音楽はあんまり好きじゃないかっていう好みをですねある程度持ちながら、聞いていく。まああの嫌いに関しては探さなくてもいいかもしれないんですけど、なんかおかしいなって思うっていうのも私としては結構大事なことなのかなと思っていて、あのあこの人の音楽あんま好きじゃないかもなとか思いながら聞いていくっていうのは結構いいことじゃないのかなと思っています。これに関してはですね、いろんな人の考え方があると思うので、あのあれもこれもいいわって思う方はですね、あの私は本当に尊敬していていいことだなと思うんですけど、まああの注意して何が良くて何がいいなって思うのか、ただ聞くだけじゃなくて、ぜひ皆さんのお気に入りを見つけて、お気に入りこんな風になりたいなとか思いながらやっていくっていうのも最初のうちはいい大事なことなのかなと思うので、あのそんな風に音楽を聴きながら、あの勉強材料というか勉強を学んでいってもらえればいいのかなと思います。
ジャズバイオリンに関してはですね、ちょっと次の画面でジャズバイオリニスト、たくさん挙げてみました。ステファン・グラッペリについてはですね、本当にジャズバイオリンの基礎オブ基礎かなと思っていて、書いてあるティム・クリップハウスという人をね、隣に書いてるんですけど、この方は本当に素晴らしいジャズバイオリニストなんですけど、彼がですね、本を出していて、グラッペリに関する本をですね、これ日本語訳もされていて、すごくいい内容になっているので、ぜひジプシージャズをバイオリンでやりたいとか、ジャズバイオリンをやってみたいっていう方は、ぜひ1冊とか2冊出てるんですけどね、1冊ずつ買っていて間違いないかなと思います。そしてディディエ・ロックウッドはですね、本当に学ぶことがもうたくさんありますね。私は最初にディディエの音源を聞いた時は、変わった弾き方するおじさんだなみたいな感じの緩い捉え方だったんですけど、彼のフォロワーというか、彼の生徒であり、彼を彼のプレーに影響されて育ってきたプレイヤーがアレクサンドレ・キャバリエというバスロンゴなんですけど、最初はあんまりどこがいいかよく分かんなかったんですけど、ジャズバイオリンやっていけばやっていくほど、ニュアンス、音の出し方、スイングのタイミング、フレーズ、音の強弱、アーティキュレーション、出し方、すごい良くて、いいプレイヤーだなと思います。ジャンリュク・ポンティはもう本当に私の永遠の推しって感じですし、オーロラ・ボリーク、彼女はですね、本当に素晴らしいプレイヤーで、あまりアカデミックではないんですけど、耳で演奏するようなタイプかなと思うんですけど、彼女のプレイをね、初めて見た時、すごい、あ、これがスイングか、みたいなことがすごいくっきりはっきりと分かってですね、彼女のプレイに関しては、1曲だけですけど、トランスクリプションを、サウンドスライスに上げてるので、概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ聞いて、こういうのもですね、実際に自分で弾いてみると何が素晴らしいかっていうのが徐々に分かってくるんですね。で、自分で弾いたものを録音して、後から客観的に見たりとかすると、何が素晴らしいか分かってきます。自分との違いとか気づくことができるかなと思います。スタッフ・スミス、レジーナ・カーター挙げてます。もう本当にスタッフ・スミスもですね、私は最初聞いた時は、なんだろうな、音があんまり美しくないなとか思ってたんですね。ただですね、本当にここ2年前ぐらいかな、3年前ぐらいかな、改めて聞いたらですね、めちゃくちゃスイングがかっこいいと思って、まあそんな感じでですね、ジャズを勉強していくと、人の考え方、自分が何を好きって思うかってすごい変わるんですね。すごい柔軟にそれを受け入れることとか、最初はどう思ってもいいんですけど、続けていくと変化することもあります。レジーナ・カーターはスタッフ・スミスの影響を受けているかなと思って横にかけて書いてるんですけど、別にレジーナ・カーターがスタッフ・スミスから影響を受けてますよって言ってるわけではなくてですね、影響を受けてるかなって思ってる人を横列に書いてみてるんですけど、影響を受けているかどうか、影響を受けているからといって全く同じ演奏してるわけではなくて、例えばアレクサンドレ・キャバリエだったら、もうサックスプレイヤーとかですね、DDA 自体が影響を受けてた人にも影響を受けていたり、あとはギタリストに影響を受けていたりとか、めちゃくちゃ幅が広いんですね。一人だけに影響を受けてるわけでは絶対決してないので、まあそんなことを念頭に置きながら、まあそれぞれのプレイヤー、本当にそれぞれの良さがあるので、ぜひ皆さんの方でも、ぜひ聞いて学びにしていただくっていうのは本当に一番大事なことですし、まああとトランスクライブをしてですね、フレーズだけじゃなくて、どういうタイム感で弾いているか、どういうスイング感で弾いているかっていうのもすごい大事なことです。で、ただ一緒に弾いてるだけだとあんまり気づかないかもしれないので、やっぱり録音してみて、録音を後から聞いて、あ、自分どうだったかなって客観的に見るっていうことの繰り返しでですね、スイング感っていうのは良くなっていくかなと思います。なので本当にこの動画を見て明日からスイング感が良くなりますよっていうわけではないんですね。本当に日々日々
いろんな気づきがあって少しずつ良くなっていくことかなと思うので、まああんまり、そうですね、1週間でスイング感良くなりますみたいな話はできなくてちょっと残念なんですけど、まあ、まずは何が良くて何が悪いか少しずつ気づいていくこと、それを自分でもやってみることっていうのがやっぱり大事なことかなと思うので、まあ、続けていくっていうことですかね。少しずつ変化して、まあ、日本のジャズバイオリン界が良くなればなって私は思います。日本のリズムが悪いってたまに言われる時ありますよね。ポンニチリズムとか言われたりして、ジャズバイオリン界だけじゃないんですよ。日本人のポンニチリズムはすごくダサいって言われることはね、よくあるんですけど、これは海外の人から言われるわけじゃないですよ。日本の人たち、日本の上手い人たちが日本の下手な人たちに向かってポンニチリズムがダサいっていう話をねよく聞くんですけど、私はそんな風にはあんまり思ってなくてですね、海外に演奏しに行ったり海外でセッション参加したりとかここ2年間はよくしてきたんですけど、海外にもポンニチリズムみたいな人はいるんですね。っていうのは音頭みたいなね、ミッキー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 マウスみたいな、あのなんだっけ、ミッキーマウスマーチみたいな、マーチみたいなね、スイングする人とか別に海外にもいるんですね。アメリカ人だけどあんまりスイングしてないんだねとか思うことあるんですよ。ジャズのリズムってアメリカの英語とすごい似てるってよく言うじゃないですか。だからアメリカ人みんなスイングしてんのかなと思ったら意外とそんなことないんだみたいな。なので、で、日本人には日本人でスイングしている本当にかっこいいプレイヤーが何人もいるんですね。ジャズバイオリニストでも。なので、スイングしてない、日本人にできないわけじゃないというか、私はあんまりポンニチリズムだなとは思わないです。まあ、ただそのジャズバイオリン界隈、スイングさえしてればもっといいのになって思うことはあるということですね。はい。そしてですね、具体的に自分がやってよかったなって思うことを、まあ、ちょっとね軽く話を交えながら音源から学ぶっていうこと、それから、まあ、ボーイングの基本的なテクニックを身につける、シンコペーションボーイングとかアクセントをアタックをつけたボーイングを学ぶとか、自分が何を持っていいと思うのか何を持って悪いと思うのかっていうのをはっきりさせておくっていうことをですね、話してきたと思うんですけれども、ちょっとね次の内容はまあちょっと3回さっきもね3回動画をこの動画を撮るまでにもう2回ボツにした動画があるんですっていう話をですねしたんですけど、そのボツにした内容をね、まあ載せるかすごい迷うんですけど、ちょっと一回ね披露してみようかなと思います。なぜジャズバイオリンはスイングしないのかっていうことを逆に調査してみようと思って、まあなかなかねそんなことをしてる暇があったらいいスイングを財布していいスイングで練習したらどうなんだいって私も思うし、こんなことを人にシェアしてる暇があったらね自分もっと磨きなさいよって自分でも思うんですけど、まあ本当にね内容はいいソロなんですけど、ちょっとした工夫でですねスイングしなくなる、ちょっとした工夫でスイングするけどそれをしないことによってスイングしなくなるっていうことがあったりするかなと思うので、ちょっと軽めにですねシェアしておこうかなと思います。でですねスイングあんまりしてないなって思うソロをですね財布したんですね。なのでちょっとそれをね今弾いてみたいと思います。でねぜひねなぜスイングしていないのかっていうのをね皆さん考えてみてもらいたいなと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。全然いいと思うんですよ。いいと思うっていう答えがあってもいいと思うし、私がなぜこれがスイングしないと思うのかっていうのは、まずは拍の捉え方がですね単調で、この方は足踏みを1拍目と3拍目でしながら演奏していたんですね。それに関しては別に悪くないとは思うんですよ。例えばね手拍子を1拍目と3拍目でやるのはジャズじゃないと
昔どっかで聞いたことがあるような気もするんですけど、それに関してはあんまりなん、うーん、まあ私の演奏中には手拍子はね、禁止なんで皆さんしてはいけませんよって感じなんですけど、1拍目と3拍目に手拍子する音楽があってもいいとは思うんですけど、まあなぜそれがダメなのかっていうと、2拍目と3拍目しか拍を感じてないからですね。2拍目と4拍目もすごい大事ですよね。そしてジャズっていうのは1 and 2 and 3 and 4 and ってさらにその分化して8分音符の1拍目のと2拍目の間、1 and 2 and 3 and 4 and この8分音符があるんですね。その8分音符も感じることがすごい大事で、その8分音符が他のバンドメンバーと一致していないと、すっごく気持ち悪い音楽になるんですね。スイングしていなかったり、その8分音符が、タータ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 って、めちゃくちゃ後ろの方にリズム帯はあります。でも、バイオリニストは前の方でタタ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 って弾いてますとかだと、すごいずれてて気持ち悪い。なので、表拍のタータタータのこの、ワン、ツーのこの表拍がずれてるよりも裏拍がずれてると余計気持ち悪くなるんですよっていうのがまず1個目にあります。なので私がジャズを始めた頃、ジャズってタータタータ2対1でやるんだよねって思ってたんですけど、実はそうじゃないんですよね。本当にプレイヤーによるんですけど、ほぼイーブンで1対1で弾いてる人もいれば、2対1、もっと3対1ぐらいで弾くような場合もあります。ただそれが一致していなかったり、それが気持ち悪いところにあったりすることによって、すごく気持ち悪いスイングになってしまう。これをですね、メトロノームで調整したらいいかって言われると、別にそうじゃないのかなと思っていて、それは何で思うかっていうと、メトロノームでやってるプレイヤーがめちゃくちゃグルーヴしてるなとは私はあんまり思わないからですね。メトロノームでもできないくせに私ごときがね、何を言ってんだよって話なんですけど、まあ、結論言うと、いいプレイヤーとやる。もしくは、まあ、いいバッキングトラックを使って練習するっていうのが、まあ、大事なことかなと思います。はい。よく私は人に言ってきたんですけど、1 and 2 and 3 and 4 and のこの2拍目の裏と3、4、4拍目の裏ですね。ここに拍を感じながら弾いてみて、まずは聞く。本当は弾けるようになるのがね、一番いいと思うんですけど、私はそれ難しくて、まずは聞くっていうことですね。有名なね、エラ・フィッツジェラルドの、っていうね、エラ・フィッツジェラルドの有名な「オール・オブ・ミー」のソロがねあると思うんですけど、これはね、一緒に歌ってもらいたいなと思って採譜をしたんですね。最初はですね、2拍目の裏にこれがね、私あんまできないんですけど、ダッドゥラデダダ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 
2拍目と4拍目の裏に置いてほしいです。ドゥデデドゥデ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 デデデドゥデデデデドゥデデ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 これ歌いながらやるのは難しいかもしれないんですけど、音源をじっくり聞きながらまずは集中して、この2拍目と4拍目の裏にアクセントをちょっと頑張ってやってみてもらうとですね、よくよく聞くとドラムのシンバルレガートの音のチーチッキチーチッキキってありますよね、チーチッキチーチッキのキーにね一致するんですね。これがもう本当にそれがチーチッキのキーとエラ・フェッツジェラルドがたまに出す2拍目4拍目の裏の音にぴったりハマる、これがめちゃくちゃ気持ちよくて、そのうちこれをやりながら踊りたくなると思います。はい、そんな感じで、8分音符ってすごい大事ですよっていうところから、8分音符が揃っている気持ちの良さ、それがグルーヴ、まあそれがグルーヴって言っちゃっていいのかな、わかんないですね、わかんないけどすごい気持ちいいのでぜひ試してもらいたいなと思います。はい、こんな感じでやってみてもらいたいなと思います。で、これをやるにあたって、一拍目もやっぱり大事っていうことなんですよね。
一拍目も大事、二拍目も大事、その中での2の裏、その中での4の裏があるっていうことなので、決してタッタラララタラダダ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 ダっていう音楽じゃないんですよね。そういう風に1拍目と3拍目にクリックをクリックっていうか拍を感じてしまうと、まあ何が言いたいのかっていうと、音楽がすごい、断片的というか薄っぺらいものになってしまう。2拍目4拍目に感じる、さらにはその裏に感じるっていうことで、すごく音楽が立体的なものになるんじゃないかなと私は思ってます。これはちょっとどこかで見た情報でもないですし、誰もやってないかもしれないですけど、なんかすごいそれがいい方法に感じたので、ぜひでその2拍目の裏、4拍目の裏って、そのミュージシャンによって違うんですね。ピアニストの演奏によっても違うし、バイオリニストの演奏にもよっても違う、バイオリニストによってもその人によって違う、完全に違うので、この人の裏はどこにあるんだろうっていうのを、気持ちよくて踊りたくなると思うんで、楽しみながら踊りながら探してみて、感じてみて、でそれをコピーする、バイオリンでも弾いてみる、歌うのすごいいいと思います。エラ・フィッツジェラルドのこのオール・オブ・ミーのソロは完璧に完コピするといいと思いますね。歌でバイオリンで弾くのはちょっと難しいかもしれないですけど、でも一応私が財布したやつはバイオリンで弾ける音域になっている。多分エラ・フィッツジェラルドもそうやって弾いてんの、歌ってんのかな。あ、そっか、ちょっとだけバイオリンから飛び出てしまうところはあるんですけど、まあバイオリンでコピーするために私は財布してるので、バイオリンでもギターでも、タックスだと譜面が違うって言われるかもしれないですけど、コピーできると思います。ピアノだったらもちろんですね。私、ぜひ、一緒に歌いながら、覚えてほしいですね、このソロは。で、これがスイングかって思ってもらえたら嬉しいなって思います。で、歌うとですね、ドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥ、まあちょっと違うかもしれないですけど、ドゥンドゥドゥってこう強拍とですね、軽い拍があるんですね。で、そこをですね、バイオリンでどういう風に表現するのか。完全に記憶で弾いているので、ちょっと本人 の, 歌い回しとちょっと違うかもしれないんですけど、例えばスラーでカバーしたり、あとはバイオリンにもゴーストノートっていうのがあるんですね。こうちょっと力を抜いて、ただ力を抜いて離してるわけじゃなくて、こういうやつですね。左手も浮かしてるし、右手も浮かしてないか、なんて言うんだろう、力を抜いて触れてるだけ。これを短めに、こうやってゴーストノートがね、出来上がってくるんですけど、まあそういうバイオリン的な技術、ピアノにもサックスにもゴーストノートってあると思うんですけど、まあそういう技術をどういう風に使うのかっていうのを考えながらやるっていう順番ですかね。なので、まずは音源を聞いて、2拍目、4拍目の裏、2拍目裏、4拍目の裏に拍を感じて、拍を感じながら踊ってみる、歌ってみる、最後バイオリンで弾いてみる、まあこんな順序でスイングに関す、いいスイングをコピーするっていうことですね。いろんなフレーズをね、コピーして、手先が器用になっていくのはいいと思うんですけど、スイング感をコピーするっていうテーマを持ってコピーするっていうのも一個あっていいのかなと思います。はい、コピーするのがね、めんどくさい人、時間がない人、コピーするのが苦手な人に向けて、私はサウンドスライスっていうアプリじゃなくてですね、これはウェブサイトになるんですけど、そちらで私はたくさん財布を今までコピー上げてきたんですね。ちょっと中にはですね、完全にメロディーとコードを聞き取るためにサウンドスライスを使って投稿しているみたいなね、内容もあったりとかするんで、これはアドリブついてないのかいって思うかもしれないんですけど、
私が影響を受けてきた音楽たくさん載っているので、ぜひ利用してもらえるといいと思います。結構丁寧にね財布したんですけど、全部無料で公開していますので、ぜひいいツールとして使ってください。AB 再生がすごい便利で、ここからここまでの小節単位でですよ、3小節だけコピーしたいっていうのを3小節ずっとループさせて、で、テンポもですね、5% 刻みぐらいだと思います。5% 刻みで変化させることができてですね、ゆっくり再生にしても、音程とか、なんていうんだろう、音質とかがあんまり悪くならないっていうね、すごい優れたサイトになっているので、ぜひ使ってみてください。はい。というわけなので、まあ、ちょっとさっきね、あげようか迷った、スイングがもったいないなって思ったソロ、なんですけど、まあ、他にもね、よく言いますよね、英語の発音はアフタクトがあってパパーみたいなデタっていうフレーズがありますが、それがないとか、あとまあよく言われますよね、スペースが足りないとか、まあそういうよく言われる話を盛り込むことによってこのソロは良くなるのかなと思うんですけど、まあ、それも本当にね、よく言われるってことはやっぱり大事ってことですよね。本当に大事なことだとは思うんですけど、まあ、私としては、その、拍の感じ方が浅いっていうのがやっぱり一番にある問題。まあ、ポンニチリズムとか言われたり、まあ、ポンニチだけじゃないってさっきも言ったんですけど、スイングしない理由の一番の理由っていうのが、まあ、あんまりイメージが、ボールをバウンスするような動きとかね、いいイメージが、こんなスイングがいいんだっていう、そのイメージがですね、薄いこと、拍の感じ方のイメージが薄いことにあるのかなと思ったので、まあちょっとすごいね、これは説明するのがすごい難しくて、どうしたらうまく伝わるかなと考える内容ではあるんですが、まあちょっと何かの参考にしてもらえればなと思い、私の考えを述べてみました。というわけで、参考になった方がいるかどうかわかんないんですが、ぜひね、私のライブとかですね、私のレッスンとかをね、受けてもらったら、私の考え、ぜひ質問しながら聞けると思いますので、ぜひ、オンラインレッスンとかもね、やってますので、ぜひ、ご連絡いただければなと思います。というわけで、ジャズバイオリニストの坪内恵美でした。またね。